じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。今回ね、画面映ってますけど素敵なゲストに来ていただきましたので自己紹介。はい、どうもパスラボの先生です。パスラボイン東大学発で朝10分の受験勉強カフェという、チャンネルやってます。高校生向けにやってるんですけども、ぜひ見てない方はご覧ください。そしてケロケロ、どうもタクミです。特にやっぱり僕が思うのは、やっぱ人をですね、やっぱ自分一人でっていうのは特にこの自粛期間多かったと思うんですよ。自分一人でってなった時に、特にこう女の子にやっぱ多いんですけども、自分でこう考え込んじゃう人がやっぱ出てくると。そうなった時に僕自身本当に意識していることとしては、やっぱり友達と定期的にその、関わるといいますか、勉強を例えば一緒にするでもいいし、おすすめとしては、例えば英単語をじゃあこの1週間でここからここを覚えようって一緒に決めて、土曜日とかに一緒にテストをするとか、あるいは他にもその模試の話とか、自分で勉強する期間ももちろんそうなんですけれども、友達と関わって自分のアウトプットをしたりとか、オンラインでもその友達と関わるっていうことをやっぱ積極的に使うっていうのが、ある意味そのモチベーションにもつながるところかなっていうのが一つ。なんかそんな状態でちょっと伝えるのもあれなんだけど、たくみはね、ちょっと知ってるんだけど、実は私ですね、今年度で YouTube 辞めるんですよ。このタイミングで言うんですか？そう、なんかもう言おうと思ったんだけどさ、ちょっと盛り上がっちゃったから言わなあかんと思って。そうこのタイミングで言うすごい、聞きました。聞いた。たくみはもう前から友達なんで、100万目標にしてたじゃん。ありがたいことにちょっと前倒して達成しちゃったけど、一応11月まで達成して、本当はコロナがなければファンフェスに出させてもらって、はい、で今年度3月ぐらいに一旦 YouTube の活動を終えて、やめるっていうのを言っておこう。だから多分今教育 YouTuber で匠と、はい、パスラボ内の続報から牽引していくだろうから、せっかく今日会えるから多分ね、 LINE とかで言うよりは直接会えるしと思って。なんでやねん、これ全部違う。ちょっと待って、これどっちかな。いや、本当に、じゃあこれはドッキリなのかマジなのかもわからないし、ちょっとごめん、これは本当ですか？ガチ？ガチガチ、だってもう去年からずっと決めてるから。でもやっぱ教育 YouTuber で100万は絶対にやっておきたかったんで、達成したら次のステージに行って。そう、チャンネルはちょっと迷ってる、残すかですか。そう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 、本当に拙いながらなんですけれども、うん、それがハイチさんの動画って実際僕大学入ってからとか見てたんですよ。しかも金井とかもまさにそうで、なんか高校の微分のやつが分かんないとか見てて、なんていうんですかね、多分ハイチさんってもう多分それこそ教育系 YouTuber、ヒカキンさんって言葉はあれですけどやめとこうかして。いや、なんかその影響力が多分その中学生とかだけじゃないんですよ。高校入って大学入ってもう教育に熱心になりたいとか、そういう人にもすごい熱意が届けられるなって思ってあ、そうなんですよ。本当に消すだけはちょっとやめていただきたい。チャンネルをって、そうですね。いやけど本当にもう教科書に載るレベルじゃないかなって思ってるんですよ。ね、スバル君の中の、ね、俺がね、高すぎるよ。いつもだってもう8年とか、で僕本当にいろいろ最初の1年とかチャンネル伸びずにってもそうですし、批判とかもいろいろいろんな矢が浴びても、それでも頑張ろう頑張ろうって、しかも一人でやってきたっていうのが、僕だったらもう多分30分でやめてますもん。でもね、あの状況だったら続けると思うよ。今はさ、これだけさいるじゃん、いて、で、あ、 YouTube 教育ありだよねっていう状況になって、今始めて俺半年間やってチャンネル登録145人しか伸びなくて、叩かれ続けたらやめるよ俺も。でもあの頃はなかったから、自分でやるしかなかったから、もうでさ、なんか人がやったことないことをやるのって楽しいじゃん。そうそうそう、パイオニア的な。あ、そう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 、今だったらちょっと続かなかったかもしれないけど、まあ、タイミングが良かったというか、はい、だからあんなにずっと100、100みたいな、100を目標。あ、そうそうそう、ずっと口うるさく言って、その2018年に思って、2019年は無理だったの、100万ちょっとさすがに数字的に。だから2020年、オリンピックもあるし、で YTF が見させてもらったらそこ足したいなと思ったから、それを立ったら次に行こう。だからもう Google の人にも話してあって、それは。そう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 、視聴者には言ってないです。これちょっとタイミングなので頑張ってください。なんで？いや、マジっすか、ちなみにドッキリなんで。
構ゆるみゆるみゆるゆるい線の真似するともうもってなってました。思ったより喋るすごいわ。すごい喋るね。その意味で言うと取れ高すごいよ。そう、ドッキリなんてセリフ量少ないから普通かけられたからびっくり、なんか企画中くらいということでですね、はい、さんが企画していたドッキリですか。そうです、 YouTube やめるドッキリでした、はい、ありがとうございました。よかったよかった、やめなくてよかった。はい、ということで返します、どうぞ。まあ、で今のは、ね、動画になるんですか。これがむしろメインです。いや、そんなことでしょ。でも、それ以外これだから。え、全部じゃあそう。けど、尺大丈夫ですか。僕はもう本当にいや、まあだからね、カットがいい感じで。でも、熱いのが伝わる。そうね、うん、イメージはいい。おー、面白くはない。一番最悪なやつ。